はい、お疲れ様です。小泉慎二郎さんがね、YouTube チャンネルを再開されましたというよりも、やってたのって感じですよね。再開の前のチャンネルの存在知らないんだけどってとこです。で、今回は政治の信頼回復のためにも、自分がね、総裁総理になって、なんとかこの状況を立て直したいってことですけども、政治の信頼回復って自民党が信頼を失ってるだけなんですけどもね、 なんか政治全体の話にすり替えてるところがなかなか信じろって感じですけども、今回はね、ちょっとコメント欄の方を見てみたいなと思うんですよ。コメント欄を閉鎖してないみたいなんですよ。大したもんですよね。はい。で、下の方グーッと行くと、なんか X とか Instagram とかホームページまであるみたいですね。まあ見る人あんまりいないとは思うんですけども、ネタにはなるんですよ。はい。で、コメントなんですけども、なんかね、 99%がアンチコメントということで、私も一つ書いてるんですけども、例えばね、私が書いたのは、小泉進二郎、レジ袋有料化とか、別にナイロンの使用量減ってないやんということで、<laughs> ナイロンの使用量を減らすためにレジ袋有料化しても、使う量自体は変わんないでしょ。ただ、消費者の費用負担が生まれただけでね、相変わらず亀がナイロン食ってるんじゃないですか。でもなんか、 レジ袋有料化にしたら環境問題はクリアになったみたいなねまあそんな形で口をぬぐって知らんぷりになってますプラスあの太陽光パネルね環境エネルギーとか言って山を切り崩して田んぼを潰してパネルでギラギラですよ阿蘇山とか見ましたなんか数百万枚のパネルで敷き詰めてもうね阿蘇山二度と立ち直らないんじゃないですかこれは。 なんかね空襲を受けたみたいな感じですよね空襲で都市が破壊され山が破壊されふるさとが破壊されみたいな時が80年前ありましたけども今回は空襲じゃなくって太陽光パネルをね張り巡らされてもうね道路を走っててもねビカビカギラギラなんだか交通事故起こりそうですはい次のコメントですコメントが書けるということはコメント欄を閉鎖しなかったということですというねまあ小泉公文ってやつでしょうか はい、なんか小泉さんねあれなんですよこの前ね1年ぶりに誕生日が来ましたって言ってましたよ <laughs> いや大したもんですよねあれ狙って言ってるんでしょうかねやっぱりねあのなんかお兄ちゃんだか弟さんだかが芸能人やってますけども小泉進次郎さん自身もお笑い芸人やったらウケると思うんですけどねはい次のコメント「日本全国のソーランパネルを撤去していただけませんか?」これが 環境大臣だったあなたでしたらお分かりですよねと。ねはい。レジ袋有料化は愚策の極み、迷惑千番。ねレジ袋有料化マジでやめてほしい。コメント欄閉鎖しなかったことは賞賛に値する。99%コメントがアンチで溢れとる。おぼろげながら見えてきたんです。YouTube をやる姿が。<laughs> そして私がこのチャンネルを始めて登録者10万人、100万人となったところにどんなことが起こるか皆さん想像できますか私の元に銀の盾と金の盾が届くのですと。まあ、三座小泉公文が溢れてますね。そもそもこんな人を議員にしてはダメでしょ神奈川の人たち、次はしっかりしてくださいよと。神奈川の人たちはこういう人が好きなんですかねはい、次。レジ袋を元に戻せよ。うん。 この人ににははは無理絶対に無理理絶対辞退してくくれ世襲制議員はいらんでなな純質問です質問1奥様の滝川クリステルさんがソーラーパネル事業に関わっているとの情報を見たのですが本当でしょうか質問2中国の領空侵犯や V の設置などを含めどのようにお考えでしょうか、はい、YouTube を始めるということはこういった質問に直接回答できるということです 回答の内容や回答に基づくその後の政策で我々国民はあなたを判断します皆さんもガンガン質問しようねいいですね壊れたソーラーパネルをどうやって処分するんですかこれ実はねソーラーパネルの廃棄の仕方とか決まってないんですよね実際太陽光パネルの業者さんに聞いても20年先のことなんでうちの会社があることが分かりませんって言ってのけるわけですよ困ったもんですねはいこの人 討論したところで見たことないマジで立候補やめていただきたいうーん次ごめん若手がいいけど君じゃない世襲じゃないあ自民党の若手で目がある人って誰かいるんですかねうんあんまり知られてないような気がしますね日本の将来を考えて総裁選自体願いますあ確かにね次海が好きで自然を愛するなら森林を返せ そう、太陽光パネルでぶち壊しちゃいましたからね、この辺。YouTube チャンネルを始めるということは、動画を投稿するということです。まあ、似たような投稿ありましたね、そういえばね。YouTube チャンネル解説をするということは、YouTube を始めるということです。おなるほどね。まあ、コメントなんか似てますね、でもね。さすが、小泉進次郎さんのファンっていうのは、なんかコメント欄も似てくるんでしょうか。 突然、総裁選キャンペーンのために YouTube 始めて草って書いてますけどね。草、まあ、ってことの意味はよくわかりませんけども。でも、チャンネル登録なんか6000人ぽっちなんですけども、これで総裁選どう勝つんでしょうか。<laughs> 皆さんは知らないでしょうが、プラスチックは石油でできてるんですよ。これ知らないのは小泉慎次郎さんだけじゃないですか。うーん。ごめん、高市応援してる。うん、なるほどね。 親しみやすい雰囲気を晒し出しても無駄だ醸し出しても無駄だ騙されるもんかと怒ってますねレジ袋有料化意味なしまずは元に戻すことからレジ袋なんとかしてくれませんかねみんな迷惑してるんですよあーやっぱりねうんまあレジ袋は確かにね厄介ですよねあのあれだったら商品価格上げてもいいんでレジ袋はバン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 何も言わずにつけてもらえる方が いいんじゃないかなと思うんですけどもね。大体そのエコバッグかなんか、なんかマイバッグとかあるじゃないですか。あれのなんかステーショナリーとか、無理やり配らされて、もらう方の身にもなれって言うんだよね。いらねえよって感じですよね。うん。なんかレジ袋の話ばっかり出てますよ、これね。うん。あ小、小泉さん、ちょっと似たようなコメントばっかりなんで、もう読むのやめましょうか。 うん。まあ、あの、ちょっとこの面白いコメントがあるかなと思ったら、コメントがあること自体が面白いですね、これはね。ちょっと、何件ぐらい並んでるんだろう。えで、何台風10号注意喚起って、もう終わったよ。な、何やってんの <laughs> 何やってんですよね、この人はね。えー、2.9万回再生されてますけども。 台風10号ってもうね、過ぎた後に動画撮ってもしょうがないと思うんですけど、何を注意すればいいんでしょうかね。わ、コメント、さっきまで99件だったのに、もう1000件になってる。<laughs> すごいっすね。<laughs> えー、チャンネル登録は増えてないですね。6390人のまんま。<laughs> チャンネル登録、皆さん解除してくださいね、これね。うん。いいねも押さなくていいんで。じゃあ、小泉進次郎さん、これからの、 お笑い界での活躍お待ちしております。ぜひね裏返しとして活躍してほしいですね。